はい、テイク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 と、すいません、ちょっと画質がね、本当はね、いつも iPhone のスマートフォンでこれに撮影してるんですけどね、マイクのね、なんかコードがなくなったんです。だから今しもう仕方ないしにちょっと GoPro で撮影しておりますと、はい、8月1日です。はい、昨日ね、小売店が潰されるみたいなそんな動画を撮りましたけど、まあ、かなり反響がありまして、もう2000か3000ぐらいを見られてます。だからまあ来店の人もそうですけど、まあ、小売店もこのままだとね、本当来店に潰されますからね。やっぱ独自各ショップでなんか得意なものを見つけて、まあ、僕はまあパナソニック、スコット、あとバーディー、ショーケーシャ、あとサーリー、空手モンキーが僕得意なので、まあ、そういう得意分野をこううまくこの分散というのは、まあ、出していけば大丈夫なのかなと思いました。はい、ということで今日はいくつか、中古品が今週また入ってきましたので、今回それを紹介していきます。パチ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 と、ちょっと髪切りましたちょウド鈴木風にって言ってね、ちょっと西海岸のカリフォルニアにいそうなアジア人のシビック乗ってそうなシートがレカロでみたいな説明するとややこしいんで、ちょっとウド鈴木っぽい感じでしました。はい、ということで、お店のホームページだいぶ更新してます。はい、で今回入ってきたホイールはもう昨日売れちゃいました。このホイールね、めっちゃ良かったんですけどね、状態はね良くてね、シマノのハブ、ベロシティイルロン DT スイスのハブで組むと定価ね、やっぱ8万4000円するんですね今ね。それが、6万円で昨日販売してました。箱が今ないんで箱準備次第発送します。はい、で昨日入ってきたものがまずオンラインショップ載せます。ポールのブレーキクランパーというね、これが付けれる車体が、サーリーミッドナイトスペシャルですね。これちょっと座ります。状態がものすごいです。超備品、今これ定価で買うとね2個で11万円します。入ってきました。まあ、フラットマウントのやつね、あのアダプターとかネジはなしです。これでしょ。あとクランイーソのクランク EA90 アルミのクランク左右セットね、 BB なし、175の50の34です。状態はいいです。まだまだ使えます。おそらくですけど、まあ、今回外したこれ総走行距離500キロ走ってないんじゃないかな。このバンパー使って僕がミッドナイトスペシャルを注文してね、また注文してまた組むっていうのはありだと思うんですけど、ちょっとやめてください。ちょっと我慢しよう。あとサドルです。スペシャライズドなサドル、スペシャライズドの、ローミンエボ、昔ね僕これ使ってました。僕が今まで使ったサドルの中で僕が唯一フィットするサドルはスペシャライズドのローミンエボのゲルだったかな。確かカーボンレールだったな。あれはセオサイクルで買ったのか。これが、定価が、あ、このクランクがね、まあ、定価でいうと約5万円、今3万3000円で、そんなに安くないです、今回の中古品。1000円とか2000円のないです。やっぱりその付加価値を下げたくないので、ある程度金額高めに設定してますと。で、このサドルは定価1万6500円を、9900円にします。でなぜ1万円にしなかったかというと、1万円にしちゃうと送料無料でね、1000円僕が負担しなきゃいけないんで9900円としてますと。はい、あとイーストンファンの皆さんお待たせしました。イーストンのカーボンシートボスと EC70 のセットバックの35センチかな、はい、これ定価で買うとね24200円、まあ傷あるけどこの辺は大丈夫でしょう。これが今1万7000円で、だから定価の約 30% オフぐらいやってますと。やってます。はい、あとイーストンファンの皆さんお待たせしました。カーボンハンドル。EC70 の SL。で品番でね、AX とつくと横がね、ちょっとこう開いた感じなんですけど、これは横が開いてないやつ。でもイーストン若干ちょっと開き気味ですね。
の幅が42ね。42のリーチが8センチ。このハンドルがね、めっちゃ握りやすいんですよ。はい、本当に。ドロップが125か。一回使うとね、結構ファンの人が多いみたいで、なんかリピートしてもう一回買う人もいるみたいです。これはね、僕が欲しい。42の幅。DI2 対応で穴が入ってますと。というやつ。あとは、まあ、そんなもんですかね。今週入って。あと新商品いろいろ入ってます。アウトレットもね、いろいろ更新してます。ホームページの商品を探す、ここのとこに中古品というのがありますので、中古品を押すと、まあ、中古品値がバーッと見れますと。あのカーボンホイール売れちゃった。タイヤ漏れたのか。あとアウトレット品、まあ、定価よりだいぶ安いもの、まあ訳があって安く仕入れたものとかもこの中にずらーっとありますと。という感じです、はい、で結構ねこういう高額なものを例えば、まあ、中古買取店に出すと本当すごい低い金額でね、あの買取になります。これがね、まあ、大体のね市場価格なんだけど、電卓だいたいね、これがまあ11万円ぐらいでしょ。だいたいね割る5、まあ、20% ぐらい、多分2万円ぐらいなんですよ買い取りが。そうそう。でも委託販売とかだったらこれ11万円でしょ、まあ、こう僕の独自の計算ですけど11万円でしょ。おそらく7万7000円ぐらいがまあ販売価格になると思います。でこれをもし売れてお客さんに支払える分は、まあ、まあ約4万6000円ぐらいだから、まあ、買取とかよりは委託の方がお客さんに多く支払いできますので、もしこういう高額商品が家に眠っててまだ使えそうなもので、まあ、ちょっとエレファントサイクルの雰囲気にあるもの、まあ、雰囲気ちょっとバラバラですけど、ね、ラジコンもあったりとかね、まあ、合うものがあれば、まあ、一方連絡いただければ非常に嬉しいですと。で昨日自転車も入ってきて、ちょっと、ね、映せないんだけどね、こうバーッと車体が入ってバーッと。でもしこういう自転車を当店に送ってくる場合は性能運輸の自転車便というのがあります。この前はあの自転車のレンタルボックスだったんだけど、この性能さんで段ボール買えます。3500円ぐらいかな。そうそう、これで性能さんが送ってくれます。でこのデカさだとおそらく260以上だから佐川急便で送れないんですよ。だから性能さんだったら家にも取りに来てくれるし、まずね資材取り寄せするのに約1週間かかります。まあ、お店で、ね、送ってもらってもこれ邪魔にならないので、まあ、もしむしろ嬉しい。これだって3、4000円するから段ボール買うとというのありますんで、これでまあ送っていただければ、あ、まあ事前に連絡くださいね。非常にありがたいと、はい、そんなもんでしょうか。ちょっとねこの前入荷したポルナゴはサイズがでかかったんでまだ問い合わせありませんけど、ちょっとこのスコットのねアディクト20ちょっと L サイズ、総額がまあまあ高いからちょっとお客さんが買いやすい金額、だいたい30万ぐらいで買えるように今部品も新しくちょっと安いグレードの、まあ、仕入れてますんで、それで一回出して、でもしそれでカスタムしたかったらまずその部品下取ってできますんで、ひとまず乗れるように今調整中、乗れるようにしてから移します、はい、という感じですかね、はい、なんかテレビを切った。引き続きクリスキングとかも今、まあ、メルカリとか見るとまあまあ高い金額で売られてますけど、多分ねあれとかだと高すぎちゃうんで、僕が適切な勘であのセンスで値段決めれますんで、やっぱねちょっと損するかなぐらいの軽い気持ちの方が、まあ、すぐ売れるし、でもどうしてもっていうんだったらもうそもそも売らない方がいいかもしれないです。もう買えないから手放しだとね、というところですかね。じゃあ次はあのちょっとシュワルベの動画を撮ります。PR インターナショナルのね。それまでに
このマイクのこのコードが見つかればいいんですけど、どこにやったんだろう。昨日ね、あの代理店の悪口の動画撮った後なくなったんですよ。だから多分アリエッティがどっか持ってったのかなと思って、アリエッティがもう記憶がねもうほんとなくてね、ちょっとやばいですよ、やばいよ。まあそのうち見つかるでしょ、はい。それから YouTube 機材をまとめればいいんかな、1個に。まあここにないんだよな。はい、じゃあ一旦終わります。